せせせせせせせっけいやあ、シャケースだよ。樹木、円やっていきたいと思います。円やったっけ <laughs> 円かなまあい,いや、その辺調べてないんだ、実は全然。えっ、ー、と、2つの玉をはめるところがあるというさ、ルパンのカリオストロの白方式がありますよ。さて、どっちに行けばいいかな奥の方に道が見えるが、草木が邪魔で通ることができない。どキる方法があるんかななんか、魔女の家みたいな。 なんかず、花を枯らす的なもんがあるんかなおお、なんかここらへんなんかありそうですよ。なんかあり、なんこれおっと、なんだこれは <laughs> なんていうものかわからん。いけばなではないな。<laughs> 俺、ボキャブラリー少ないからな。<laughs> さて、お参りに来たみたいに、おえなん、おっとこれ前作でもこんな感じのところ来たことあるぞ。後半に来たことあるぞ。な、なんかあるん 立派なほこらだ。それだけ <laughs> それだけなんか、なんかありそうなのに、それだけなんや。え、幽霊とか出てこんの妖怪妖怪的な。妖怪ウォッチッ的な感じはない。じゃあ何をすればいいのか、私は。はめ込むものがわからないです。なんだ、二つのはめ込むものがあるみたいな。そんなこと、そんなことだけ言われてもわかりません、僕は。お、金があって、大きな金だ。 だから <laughs> だからうん、なんだん ?108 回叩けって言うんかいえー、ここは開かないからね。まさかこっち、こっちに行きますよパターンだったらどうするよ。<laughs> 行きませんね。<laughs> 残念でした。行けそうで行けないんですな。あ <laughs> めちゃくちゃテンション上がっとうけどね。積んどるからね。あ、この建物入ったっけああ <laughs>、入れんのか。入れんのか。 さあだっこへい、hey, さあだっこ <laughs> あ何かあるぞ絶対に何かあるぞ真っ暗に何も見えない懐中電灯を使おうそうだ持ってきとった懐中電灯ああ、俺が、俺がちゃうんだ自分でやれってか自分で装備しろってか <laughs> おそんなに明るくなってないねなあ,あ、そんなに明るはなってない気がするんだけどね何か道具があれば火をつけれそうん 何か道具なかったらあかんタイプのもんばっか何か今すごい重要そうなもんがあったけど後では調べますからね呪術と医学あタイトルだけタイトルだけかいな読まんのかいな <laughs> タイトルだけ本の表紙見ただけかいな人の名前がたくさん書かれている受付のようなものだろうかな何何受付なんとかクラブポケモン大好きクラブみたいな感じのがあったん病名と症状あでも 病名と症状とかあるんだったら、ここ病院だったみたいな。村の病院やけん、こんな診療所的な感じだったんああやっぱ診療所っぽいな。なんか古い感じやけど診療所っぽいな。昔の診療所っぽい。ん火鉢の中に、ひゅうが置いてある。あっさっきのところ、さっきのところで火付ける。さっきのところに火付けてやん、やん。これいいっすよ。勝手に火付けてくれたよ。じゃあなんで勝手に。 懐中電灯をつけてくれないのかっていう、そんなところがちょっと怪しまれるね。ああー、びっくりした、びっくりした、びっくりした。行きすぎただけか。左から誰か出てきたって思ったけどね。<laughs> えーっと、これよ、まだな。紙が置いてある。我,我々、神崎家は、魔よけや封印などの死後呪術を専門にしている一族である。守る、守るん、<laughs> そういうんから守る系のやつってことやな。 遠藤守るだ遠藤守るこの村では、えっと、村周辺に結界を張って安全を確保することや呪術を用いた村人の地位を主な仕事としてる回復もできるんやな呪いすごすぎんか呪術すごすぎんか魔法じゃん今回の実験ではわ薬に我々の霊力を注ぐことで高い治癒効果のある薬の開発に成功した呪術もそこまでいったらもう技術ですね 世に公表してほしいレベルですね。我々はこれを改正薬と名付けた。かっこいい。初めて聞く名前だ。改正薬は、疲労回復に効果がある薬。<laughs> 疲労回復って、ウコンとかそういうやつなの。ウコンの力な。<laughs> 霊力を注ぎ、治癒能力を高めたものだ。この村でいうウコンの力みたいな感じなんやな。<laughs> 本来の効果である、疲労回復に加えて、ある程度の怪我をも、もう、瞬時に回復させることが可能である。やべえ。 もうンの回復薬や HP が回復するやつや一瞬にしてこの村の住人は農作業が主な仕事のため疲労がたまり病気になってしまうものや怪我で動けなくなってしまうものも多いなるほどなしかしこの改正薬があれば村人は安心して生活を送ることができるだろういいやないですか村の発展につながったんやなえー、っとやなああ上にドアがある 引き出しか引き出しい。引き出し、<laughs> 出しドアっぽいんやけどさ、3段ある。引き出し3段あるだけかいな。紛 <laughs> らわしいな。引き出しには、小物がたくさん入っている。帰りが遅くなる場合は、この合鍵で本家に戻ること、あ鍵あるんじゃん。開けた後は必ず閉めること、神崎投手。やったー本家の鍵。あこれで一番上のところ行けるんじゃ。セーブしとこ、うセーブ。これ前回の、あれ、セーブ、あそうか、セーブ。 どこでもでもきるのじゃあのポイントにいかなあかんのじゃあのこれのゲームね突然なんか黒いやつが追いかけてきたりするからねセーブしといた方がいいあいけすぎた <laughs> セーブしとくのはまずいからねよっしゃ出てきた左でもまだいけるんやなあーでもさ左に一挙ってさ黒いやつに追いかけられてさゲームオーバーになったら最初からやり直しやんそうなるとやっぱセーブしといた方がいいと思うんですよねというわけでセーブします テンンショ今日さてもう一回行ってみましょう左のほう <laughs> んでちょっと開けたん,なんでちょっと開けたんだろう今 <laughs> 魔王なええー、っとここかあここなんここの鍵だったの開きました開いた時の音が青にチックでしたね閉めなあかんってか言おうったけどさ行けるん <laughs> いけるんかなこれ。閉めなあかんとか言おったけどいいんこれ。地めんで。ああ、またエスパータイプ。エスパータイプ。ん何何誰か開けてここから出して誰だえこの声はアンパンマン違うな。さ <laughs> えだと思った。さえちゃん。え結構早い段階で見つかったな。さえちゃん。 で後半にさ、なんか呪われてさ、敵の側に出てくるみたいな、そんなん予想しとったけど、あっさり出てきたな。やよい、ここを開けて開かないさえ、こっちからも開かないよどうすればそういえば、あの化け物が奥札でここを封印するって言ってた。家にあるお札を見つけて剥がせば、開くかもしれない、お札探しになるんだわかった、ちょっと待っててねお札を探してこよう。お札を探すよ。 さえちゃんのためにお札を探すよこっちもう意味はないこれ右行きたかったなお札探すけどさお札は後で探すけどさ俺でちょっと気になるんでこっち先見てきますわ気になるからねん何この一直線あ家があるねあ閉ざされとんかはいさあだっこ <laughs> 何もないね え、こっち来たっけ <laughs> なんかさっきも似たようなとこ来たけどさ。<laughs> 何もなかったよな。やっぱあかんのが。サダコヘイサダコヘイあダこ。ちょっとサダコに期待感があるな。サダコ的な幽霊は出てこんゲームなんやけどな <laughs>。幽霊よりもさ、呪いがメインのやつやけんな。よっしゃさえちゃん頑張るわ。私し頑張るわ。よし ここにさえがおった。あセーブポイントやっときましょうやセービングは大事なりセービングは大事なりよえーっと、とりあえずこっちから行こう。暗いな。便利ですね、これ。<laughs> 何度でも。お呪術に使う文字を教えていただくのだろうか。学校お札に書くような呪文が何度も書かれている。学校なんここ あれ学校なんじゃ。医学病院みたいな。まあ、受学病院みたいな <laughs>。呪いの病、の学校は呪学病院みたいな <laughs>。そんな感じなんだろうな。まあ、言ってみれば。呪文、獣医なんかタイトルだけ見て中身見んのちょっとさ、気になるよな。<laughs> ま、どうでもいいけど。えー、っと、ベッドがあって、先生の、あのー、寝室みたいな感じかな。 なんこれ <laughs> お札天長。あ、これか。探してきてって言うたらお札これか。こいつ動き出しそうなんやけど。お札剥がしたら、ね、部屋出ようとした時に動き出しそうなんやけど。怖いんやけどこいつ。だってこんなん、なんか他のフリーゲームでさ、お面がさ、追いかけてくるとかそういうよくあるで、ホラーゲーム。うわぁなんだ向かい合ってるぞ。なんなん剣道をこれから始めるかのごとく、尊虚の姿勢で、尊虚の姿勢でもやれよんか。 不気味なに日本人形、何かを見張っている。見張っている何をえ見張っとる、こいつでも見張っとる。何を家計の、家計のお宝でも見張っとんかあーまた、これ、能面ってやつじゃないか。天人。天人とかいろいろ出てきようけどさ、天人だけが今出てきとん。天柱と天人。ご利益がありそうな立派なお札。 でもこれのおかげで、これのせいでさ、さやちゃん捕まっとんだろうが、ご利益どこが、なかこれ。<laughs> おばあちゃんからもらった大切なお守り、あげないよ、いらないよ。<laughs> ごめんな、いらないよ。<laughs> えーっと、こと、立派なことだ。立派って言うたのがなぜ悪いか。<laughs> えーっと、あと三味線かな。三味線が置いてある。ずいぶんとつきめき込まれている。よし。 行くぞノータッチだったなあっさり取っちゃったなお札あっ、はいねこれこれゾンビだろ和風というか洋風だろ天津天津木村 <laughs> 向<か>い？<laughs> えっとってことは結構 こう探していきっ,ってのお面があって、まあどんだけお面があるかわからんけどあ,あったあったあった天保やばい天保の改革みたいな感じで天章は月が天章で黒崎一号でないか <laughs> あこっちに探っとったんじゃうわだいぶ見つかってきたよまあ、バリバリに見つかるけどガバガバやな <laughs> なんかさ何かから追いかけられるとかと思ったらさ全然追いかけられんのよな <laughs> びっくりしたわ なんか守りがばがばないよな <laughs>。これははかされたらさ、逃がしてしまうってことを考えてさ、なんか守るやつを、なんか守備の守護神をさ、配置する的な感じをさ、ないんかな。天栄。これじゃあ簡単に脱走されてしまうよ。インペルダウンみたいにガチガチにしとかないかな。インペルダウンみたいに。なんこれ客間かな で、一番気になるとこや。もう気になるところやけんな。セーブとかないきませんよ。この先はじゃ、閉されとる。えじゃあ終わりかもうこれでお札全部終わりえー、っと何、何本、6枚も手に切れたんじゃ。すごいな。<laughs> ご利益がありそうな立派なお札。けど、さえちゃんはない。ご利益あるように見えないんだけどね、これ。あ、まだあるえ、どっか見落としたかな どれ,どれああこいつ見落としとる <laughs> 一つ目の部屋なのに見落と、こいつも取ってないんじゃんテンポ <laughs> 結構ガバガバやな俺も結構見落としてるな俺も <laughs> えーっと、こいつは取ったな。こいつが最初か。ってことはこの8枚で終わりもう見落としてない ?OK は NO! まだだった。NO だった <laughs>。どっか見落としたんやな。 暗いけんなこいつらが何守るかっていうのがちょっと気になるところ何かを守っているような感じではあるんですよそう書いてあるからそういうだけだけどな <laughs> えーっとだできれば今回のパートに全部集めてサエちゃん救出とかそういう話になってほしいところですこれあ、これはなんか洋風洋風のやつ洋風えー、っと何かな あれ、どっかないかになあ。こいつは取ったよ。えー下の方見てないかこいつ取ったよ。えー、ど真ん中はないよ。<laughs> で、こう出てきて、こっちの上に入って行きの、こいつ取りの、駆けず見ておいての、と次の、あ回復薬やったなんか回復薬手に入れた回生薬か、回生薬 体力5 0回復する。神崎家特製の薬苦い。やっぱ、ようやく口に苦がしってやつですね。50って何右のハート1個でなんぼなんだろう ?1 個10ってことはないだろう ?50 回復ってさ、満タン回復アイテムになってしまったわけんな。基準がわからんよ。あこんなやつおったん。あー出てきたなんか出てきました出てくると思ったよ、とうとう。いや 来ないでーなんだガッシュが出てきて何こいつ予想外の出てきた予想外のが出てきたよ <laughs> ガッシュではないけどそれっぽい魔物は出てきたなえどっかに本ある魔,魔法あるもしかしてこれえ選ばれたん私 <laughs> 予想外のが出てきたなとにかくあありがとうあなたは一体俺はこの 神崎家と共存している犬神だ。犬神じゃ、若干結界史の方向性に行ってきようよ。何やら騒,騒がしいと思って来てみたが、お前はまさかお札を剥がしたりしてないだろうな。ギックギック剥がしてないですよ。えお札10枚ぐらいあったけど剥がしてないですよ。え私の親友が入り口の部屋に捕まってて、お札を剥がせば出られるって。バカ者 この,はこの村全体に結界を張るために最も力の強かった神崎家の初代当時が作ったものだ。それを破壊したということは、今頃村の中は悪霊で溢れているはずだ。トラップや。さえを助けようと思うならば、この村で死ねんみたいな感じのトラップを発動してるやん。そんな。で、でも。あ、お前どうしたう正気が充満したせいで、俺も長くは外に出られん。 おい、お前。ははい。この家の中に簡単な結界術の方法が書かれたものがあるはずだ。それを探してお前が実践し実践しろ。それで少なくともこの家だけは結界で守ることができるだろう。ああ、なんか本あったな。その中から結界のやつを探せたことが。それから入り口に部屋があると言っていたが、この家にそんなものはないぞ。はということ。入り口に部屋がある え、どういうことだよ。えそれにお前以外の人の気配もせぬ。えさえはさえはまさかもうブービートラップだった。ブービートラップ。さえ自体偽物だった。道理りでなんか序盤で出てきすぎだろうと思ったもん。そういうことだったもしかして。お前が見たものは現実の類かなんかだろうな。完全に騙された。騙されたし、はめられたで。やっぱ測ったはシャワーやつだもん、お前。 相手がシャーって名前か知らんけどさ俺はそろそろ限界だ結界を張り奥の祭壇まで来い話はそれからだへえ優しいやつだったな今のやつ敵ではないんやなさっきの声は間違いなくさえだったもう一度確認してみようどの声がえ部屋行くこうとなくなってるそんなさっきまで確かにあったのに えごとなくなってる幻だったのとにかく今は犬神さんの言う通りにしよう結界を張る方法が書かれた本を探せばいいのかなそういうことだろうな急展開です面白い展開になってきましたでも今回はこの辺で終わりですというわけで今回はこの辺で2回言うた <laughs> 同じことを2回言うたけどまあこの辺であ3回目ご視聴ありがとうございました 仕明けうわせっかく作用を吸出することができるかと思ったのにくそ、本物の作用を出せ出さんかったらお前ら全員呪うぞこらあ,あけど呪い返されたら勝ち目ないわ畜生。ちくしゃー